こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。女性の脈ありサインがわからない。ね。どんな態度が脈ありなのか教えてほしいっていうね、知りたいっていう男性ってめちゃくちゃ多いと思います。で、どんな女性でも自分が好きな男性には脈ありサインを出してるんですよね。送ってるんですよ。で、結構ね、気づかない人が多くって、あなたがね、本当に気づいてくれなかったらもったいないんですよね。なので女性があなたのこと好きってちゃんと脈ありサインをねキャッチする力っていうのが大事になってきます。チャンスをね逃してしまう可能性もありますので、今回はですね、もう好きになりかけている女性の脈ありサインというお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではもう好きになりかけている女性の脈ありサイン、まず1つ目、1つ目は目を合わせて笑うです。目が合ってニコっていう感じですね。で、ここでね、ちょっとポイントなんですけども、目合ってなんか必然的に笑っちゃう時とかもあるんですけど、なんかちょっとはにかむみたいな感じ、目が合って あどうもニコっていう感じじゃなくて、目が合ってみたいな感じ、ちょっとこのニュアンス掴んでほしいんですけど、目があってはにかんで笑うっていう感じですかね。これをやったらかなり脈ありサインです。で、その違いっていうのをちゃんとよく見ててください。女性って愛想がいいから、ただ目があったからあどうもみたいな感じでニコってする時もあるんですよ。それがはにかみ笑いなのか、それともただ単純に笑っただけなのかって、この微差っていうのをキャッチしないと、もしかしたら勘違いっていう風になってしまう可能性がありますので、その笑い方の違いも含めて、女性が目を合わせてはにかみ笑いをしたら、こんな分かりやすくやる人いないですけどね、その微差をちゃんと見逃さないようにしていただければなと思います。はい、そして2つ目、自分のプライベートな話をたくさんしてくるんですね。女性は基本的に警戒心が強いので、自分が心を許したりとか、心を許したい、ね、相手と仲良くなりたいと思っている男性以外には結構心ガードするんですよね。でも仲良くなりたいって思ったら、そのガードを外して、私のこと知ってくださいって、バケツガシャンみたいな感じで、私知ってみたいな感じで自分のプライベートな話をたくさんしたくなるんですよ。なので、あなたに自分のプライベートな話、普段何をやっているとか、自分は何が好きとか、自分はこういう人間だっていうことを聞いてもないのに話をしてきたら、それはあなたに私のこと知ってみたいなね、バケツガシャン私を知ってみたいな、そういうサインになりますので、ぜひ見逃さないようにしてみていただければなと思います。はい、そして3つ目、休みの日の過ごし方を聞く。これもすごく重要ですね。やっぱり女性っていうのはね、あなたをすごく気に入ったりとか好きだなって思った時って、この人とお付き合いをしたらどういう生活が待っているのかなっていうことを想像するんですね。で、休日のあなたの過ごし方を聞くことによって、私とあなたがもし付き合ったらどんな休日を過ごすのかなとか、そういうのを探ってきてるんですよ。で、あなたはね、私と週末会える人なのかなとか、ね、忙しいって言われるとちょっとがっかりしちゃったりとかあるんですよ。なので、その休日のね、過ごし方を聞かれた場合は、女性はあなたに脈があるサインを出している可能性がありますので、しっかり見逃さないようにしてあげてくださいね。はい、そして4つ目、髪の毛をよく触る。髪の毛をただね、邪魔でこって一回やっただけじゃあれですよ。じゃなくて、なんかこういう感じで触る感じですかね。あ、確かに、うん、そうだよね、みたいなとか、あ、なんか、っていう感じです。で、こういうね、ちょっとなんで、私もこうやって結構髪触るんですけど、本当に邪魔で触ってる時もあるんですよ。だから、そこはしっかり見てください。ちょっとなんかこう、かがむ的な感じだったり、鏡を見てこう、直したりとか、これは、あなたに可愛く見られてないと、髪の毛ボサボサになってないかなって気になっちゃったりとか、ちょっと色気をね、アピールしてたりとかね、する感じなんですよ。
なのでその髪の毛の触り方っていうのももちろんあるんですけれども、で髪の毛をよく触る、こうよく触ってるっていう感じだと、あなたにねちょっと色気をアピールして好きなんですよねみたいなアピールだったりしますので、髪の毛を触るっていうところもね結構注目しておくといいかなと思います。はい、そして5つ目はですね、手土産をくれるです。例えばあなたが1回目のお食事でご馳走したとしますよね。そして2回目のお食事の時とかに手土産、あ、これいつもありがとうみたいな感じで手土産を渡されたら、これもですね脈ありサインの大きな手がかりの一つになるかなと思います。脈がなかったらまず2回目は合わないんですけど、でもご馳走してくれて何かお返しをしたいと思うのはもうさらにねもっと好き、あの私結構好きですっていうサインだったりもするんですよね。なので手土産をくれたりとか、あとどこか行った時にお土産を買ってきてくれるとか、これも別に頼んでないのに買ってきてくれたりすると脈ありサインの一つになりますので、これもしっかり見逃さないようにしてくださいね。はい、ではおさらいしますね。もう好きになりかけている女性の脈ありサイン、まず1つ目、目を合わせて笑う、はにかんで笑うですね。で2つ目、自分のプライベートの話を聞いてないのにたくさんしてくる。3つ目、休みの日の過ごし方を聞いてくる。そして4つ目、髪の毛をよく触る。そして5つ目、手土産やお土産を買ってきてくれるです。しっかりここね脈ありサインを逃さないようにしっかりキャッチしてあげてくださいね。はーい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。皆さんに質問です。皆さんの楽しみって何ですか？私いっぱいありますけど、楽しみは寝ることもお風呂に入ることも毎日の楽しみなんですけど、サウナに行ったりとか結構いっぱいありますね。私は皆さんの楽しみもぜひねアウトプットしてください。でこういうのもね本当にアウトプットしておくと、いざ女性と喋った時に会話に詰まることなくどんどん質問だったり答えが出てくるんですよね。普段考えていないことってパッと聞かれた時に出てこなかったりするので、ぜひねコメント欄はアウトプットで、そして自分のためだと思って、答えを書いていただけると私も嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。で、私がたまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、YouTube では言えない超極秘情報だったりとかを、LINE で送ったりしてますので、よかったらお友達になってください。はい、では、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日ー。